アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 松本です。台風がやってきましてですね、まあその辺ずっと雨、天気が悪い日が続いてたんですけども、週明けた月曜からですね、月曜火曜ともう雲一つないぐらいの青空、富士山も綺麗に見えてましたね。まあ今日はちょっと曇り空だったんですけども、久しぶりの青空が出てくるとなんかこう気持ちもウキウキしてですね、バイク乗ってどっか行きたいなっていう感じだった。なかなかその時間が最近取れてないんですけども、バイクに乗ってですねツーリングに行きたいなという、ちょうど気持ちいい季節がやってきましたね。まあ、このぐらいになりますと、ウクレレクラブの野外練習会、あとはアコシュミライブですね、ちょうど気持ちいいぐらいの季節になってきましたということでですね、今夜もアコシュミネトラジ最後までお付き合いをよろしくお願いします。茅ヶ崎 FM。 先日久しぶりにですね釣りに行きまして、まあマス釣りなんですけども、管理釣り場で、前はですねルアー釣りを割とこうメインにやってたんですね。ルアー釣りっていうのはあのスプーンの先っぽみたいなやつのこうキラキラするような金属ものだったり、ちょっとこうあのなんていうんですかね、小魚を真似たような形したプラスチックでできたようなもの、まあそういうもので、こう投げてですねぐるぐるぐるっと巻きながら、釣るんですけども、餌じゃなくてあのそういう疑似餌って言うんですかね、まあ、そういう釣りをやってたんですけども、やっぱり生き餌の方が釣れるんですね。はい、あのちゃんと餌の食べ物の方が釣れるということで、今回行ったのはあのマス釣りのあの管理釣り場のこう川のところをせき止めて、そこに魚を放してもらって、まあ、釣るような簡単なお子様でも釣れるというような感じなんですけども、実はですねルアーでやるよりもこっちの方が面白いなと思ったんですね。まあルアーでやるとなるとルアー1個実はあの500円とかですね、高いものになったら1000円1200円とかするんですね。でまああの引っかかったりしたらそれがロストするわけなんですけども、それだけで結構なお金かかりますしですね、あとはその色があるんですね。で基本18色と言われまして、一つの形で18色の色があるんですよ。あの明るめの色から暗めの色、まあいろいろな色がこうありまして、それ1個18色一種類揃えるともそれだけでだいぶのお金ですし、でまあその種類がいくつもいるわけですよ。表層を長こう泳いでくるもの、中層をくるもの、下をくるもの、でまあそれで、その時の魚のいる層にぴったりハマると釣れるということなんですね。でも餌釣りの場合はそんなこと気にせずに、なんとなく適当に流したらなんとなく釣れるという感じですね。でまたその管理釣り場も結構良くてですね、魚は美味しいし本当に美味しかったんですよ。まあ川だからかもわかんないですけど、臭みが一個もなくですね。でまたあの管理釣り場のそのおじさんがですねさばいてくれるんですね、釣った魚。これがまた最高に良かったですね。家持って帰って唐揚げにして食べたんですけど美味しかったですよ。まだちょっと行きたいなと今思ってるんですけどね。はい、それでは1曲目いきましょう。柔らかな日差しに誘われて。柔らかな日差しに誘われ窓を開けてみる、君に寄り添って、心は和らぐ。振り返れば過去が見える、立ち止まらずに行こう。柔らかな日差しに誘われ窓を開けてみる、
茅ヶ崎 FM。 城ヶ島の方ですね、三浦半島の先っぽからちょっとこう橋を渡ってある城ヶ島っていう小さい島があるんですけど、そちらの方にはどうもあの海上釣り堀というのがありまして、まあ海の上をこうね、イカダみたいになってて、そこがこう網になってて、そこで釣りができるんですね。で釣れる魚がタイとか、ヒラメまたは、ワラサとかですね、割とこう高級なお魚が釣れ、まあ、あのその分お値段の方も割とするんですけども、まあ手軽に船に乗らないで、まあ、岸からイカダの上にはそのまま乗るんですけど、イカダの上に乗ってそこで釣り糸を垂れると、そういう高級なお魚が釣れると。でまあ釣りたてで持って帰ってきてそのまま刺身で食べたりすると多分美味しいんじゃないかなという感じで思ってるんですね。まあ釣り船に乗って、まあ茅ヶ崎だと釣り船の漁港がありますので、そこから船に乗って釣りなんて考えてたんですけど、まだ実際船に乗って釣りをしたことがないので、まあ船酔いになったりしたら困るじゃないですか。これ実際やったことなくて、船に乗ったことありますよ。ただその手元を見て釣りをしたことないので、どうなんだろうって二の足を踏んでたんですけども、それだったら海上釣り堀に行って、まあ釣り堀っていうのは楽ですからね、整備されてますし、はい。でまあそういうのに行ってちょっと釣ってですね、高級なタイとか、まあハマチもいたのかな、まあそういう青物系ですね、そういうのもまあ一本釣ったらですね大きいですから、多分一人では食べきれないぐらいの量になると思うんですね。まあまあそれに比べてニジマスは小さい可愛らしい感じですので、ちょうど塩焼きサイズっていうんですか、25センチぐらい、それぐらいのサイズなので、これがまた唐揚げこうつけてですね、油で揚げて、まあ今までは釣りして持って帰ってきたら大体焼いて醤油かけて食べる、もしくはお腹の中に、キノコとバターを入れる、まあ、それぐらいしかなかったんですけど、唐揚げって美味しいですよね、はい。唐揚げの鶏肉が好きなのかと思ってたんですけども、実は周りの衣の味が好きだということが分かりました。魚でも十分 OK です。寂しくて寂しくて君ならどうするの、お酒でも飲みますか。悲しくて悲しくて突然訪れてきた時に「そういう時は少しでも僕の歌で癒してあげたい」「そんな歌を届けたい」「いつもそばにいるから」茅ヶ崎 FM。 BJ ウクレレ講座ですね、これ YouTube で、日々更新させていただいてるんですけども、おかげさまで180本になりました。まあなんとか一生懸命頑張ってるんですけども、最近はですね、まあ曲をアップ、BJ がアレンジした、ウクレレソロの曲ですね、これをアップしたりしてるんですけども、この番組でも生演奏ですね、スタジオライブでやらせていただきました。ライムライ
ライトですね、チャーリー・チャップリンの映画ライムライトの主題歌なんですけども、それを解説付き、まあ、あの譜面がこう流れるようになってまして、まあ、そういうので、アップさせてもらったんですね、本日3曲目はそれを聞いていただこうと用意してきました。生演奏じゃないですよ、そこで流した音源をそのまま流す感じなんですけど、ご了承くださいね。はい、まあ、ライムライトを上げてその次の日はですね、今日なんですけども、これまた大作で、ビリー・ジョエルのオネスティと、オーネスティーズサチュロンリワーっていう、あれですね、まあ、その曲をウクレレアレンジにして、皆さんにこう解説付きでお送りするというのをやったんですけど、これ割とですね、16分音符がポンポン飛んだり、コードがコロコロ変わったり、ちょっとおしゃれな感じで、いいんですけども、なるべく簡単に弾けるようにしようと思ったんですけど、やはり初心者の方には難しい仕上がりになったんですけど、まあ、YouTube に上がってますので、 DJ のウクレレ講座、ビリー・ジョエルもしくは、オーネスティと入れていただくと出てくると思うんですけども、一回見ていただければと思いました。はい、その続きで今作ってるのがですね、ギルバート・サリバンのアローン・アゲイン、これもやってますから、ね、近々アップするんで楽しみにしててください。BJ がですね、高校時代、もっと前か、ぐらいからお世話になってます、大阪の方で、ミキ楽器というのがあるんですけども、こちらでですね、なんと、G ストリングスのソプラノロングネックウクレレ、これ、足跡型がついてる形で BJ が一番欲しかったやつなんですけど、これが中古で入荷したということなんですね。いや、欲しいなぁと、この間6月ぐらいにそちらのお店で、テナーのマーチンの1950年代のスタイル1のテナーを買ったんですけども、そこのお店なんですね。見に行きたいけど大阪だから遠い、実家に帰るついでに、帰る用事を作ってついでに行く、まあ時間がない、でも欲しいっていうことなんですよね、今悩んでます。ということで、アコシミネトラジ以上です。また来週お会いしましょう。さようなら。FM